皆さん、こんにちは。初心者、シニア、ゆっくり、ゆっくりシリーズです。実践、ガードで、文字入力練習、その2を、えー、ご紹介して、一緒に練習していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 えー、ではまず、文字入力練習のその1で名前をつけてデスクトップに保存をしました文書のファイルをのアイコンから、えー、起動していきたいと思います。開いていきたいと思います。でまず、この YouTube の画面左側のここの部分なんですが、えー、デスクトップで、えー。デスクトップのこの他のアイコンは 個人個人によって配列が違いますので参考にはならないんですけれどもその中で文字入力練習その1で、えー、ご自身で名前をつけた例えば「練習」とだけ入力まだちょっと。 苦手なので練習とつけたとかね、えー、入力練習って名前をつけたとかその、えー、練習その1でやったファイルを開いていきたいと思います私は一応入力練習という風に名前をつけましたのでここダブルクリックで開いていきたいと思いますはいでダブルクリックが苦手な方はアイコンをこの アイコンをクリックして1回カチッッとクリックリをしてキーボードのエンターキーをポンと叩きますとダブルクリックと同じようにファイルを開くことができます。はい、ではいよいよ実践あるのみ「暮らしの中の分類」を使って入力練習していきたいと思います。入力練習その2 えー、前回に引き続き、ちょっと作成例の確認をしたいと思います。最初にですね。えー、いろんなあのー、タイピングソフトとか無料でありますので、そういうところでも使われてますように、あの自分の好きなジャンルでやってみるのもいいと思うんですが、私はあのカラオケが好きなので。 カラオケの,その好きな曲の歌詞からやっていきましたけれども皆さんがみんなカラオケが好きとは限らないのであの今回は一般的に暮らしの中で文例としてこういうのを一般的に出回っているようなですねそういう文章を教材にしてやっていますなので今回は「懇親会のお知らせ」という文例を使ってやっていきますでこのように一応教材ですので 教材としてですね。あのー、架空のものですけれども作っております。なので、こういう風なものを最終的には仕上げていきたいなと思ってます。ただ、ワードのレッスンというよりは入力の練習なので入力練習なので、そこにちょっと力を入れていきたいと思います。では、第2回目の練習範囲。 背景、成果の項、ますますご検証のこととお喜び申し上げますというところからですね、2回目は。で、えー、敬具のところまで、ここの範囲を、この範囲をですね、今回は練習範囲にしたいと思います。では、実際にワードを開いていただいてますでしょうか。実際にワードの画面で一緒にやっていきたいと思います。 え前回ここの懇親会のお知らせまで入力したかと思います。えー、ワードは練習その1でも申し上げたんですがまず最初にベタ打ちをしていきます。ただもうひたす横にこう打っていきます。で懇親会のお知らせなども本来は作成例では真ん中になっていてちょっと大きい文字になってましたけどもサイズになってましたけれどもそういうのは全部入力が終わってから やるっていうことにワードは一応ルールになってますので今回も、えー、入力をやっていきたいと思いますこのままベタ打ちでやっていきたいと思いますちょっと皆さんに、えー、皆様に見て見やすくと思ってちょっと大きくしていますので拡大していますので映っているのがご自身のパソコンの画面とちょっと違うかもしれませんけれどもちょっと拡大してますのでそこはご了承いただきたいなと思います はい。では、早速レッスンやって、レッスンに入っていきたいと思います。では、懇親会のお知らせ、ここまで、その1、練習その1で入力をすることができました。で、えー、次に、このお知らせの後ろ、この段落記号のあるところにマウスを持っていきまして、ここでクリックをします。クリックをしますと、カーソル、 棒ののようなものがです、ね、点滅していいると思います、えー、私はいつもピコピコカーソルと言ってますけれども、えー、ピコピコカーソルが、えー、点滅していますで。点滅しているとそこから入力ができるんですけれども今回は、えー、一旦開業しますのでエンターキーをポンと叩きます。で懇親会のお知らせという真ん中のタイトルと あの本文との間にちょっとあの行を入れたいのでもう一回エンターキーを押します,いただきます。では、ここからですね、入れていきたいと思いますで。今回は入力オートフォーマットというワードの便利な機能を使いたいと思います。入力オートフォーマットを使いますと、背景と入れますと、その背景という統語に対応する結合。 まあ、統合っていうとこうですね、統合この統合に対する結合の統合に対する結合統合が背景、結合が敬具になります。この統合に対する結合や、えー、例えば木ってよく入れてますよね、木。 記すという字の「木」。この「木」に対応する「えー、以上」というものがですね、自動的に入力されたりします。なので、入力オートフォーマットのしっかり、あのー、マスターしたいなと思います。で、統合と結合の場合は、背景とか近景とか。 とかそういう統合を入れて開業したり空白を入力したりしますとそれに対応する背景でしたらイグ金箔でしたら金型でしたら金箔などのちゃんとあのルールにのっとった結合が自動的に右揃えで入力をされます。入力オーートトフォーマットを使って 統合例えば今回は背景を入れますけれども背景って入れますとちゃんと結合っていうのが右揃えで自動的に出てきます。これはあの本当に文章を作る上でワードのとっても便利な機能なのでえマスターしていただきたいと思いますのでちょっと練習してみたいと思います。では実際に入れていきます。マウスのホイールをこう下にちょっと、ま 下ろしますとちょっとこうくるくるっとしますとスクロールしますのでじゃあここから入れますねでは一緒にお願いいたしますはい,けい背景と入れましたらここでエンターあじゃあエンター e じゃないごめんなさいスペースキースペースキーをポンでエンターキーをポンでもう一回エンターキーをポン しまますすと自動的にが入ってきますじゃもう一回やってみたいと思います。コントロールキーを押しながら Z。あれこれ戻らないこ,こアクティブにしてなかったから。はい、コントロールキーを押しながら Z。もしくは、クイックアクセスツールバーの えー、上書きボタンの横の,の元に戻すボタン、ここをマウスでクリック。そうしますと元に戻ります。1個ずつですね。もう1回コントロールキーを押して Z。コントロールキーを押して Z。でやっていきますと背景が消えます <laughs>、まあ。じゃあもう1回やってみたいと思います。はい、けいと入れて、スペースキーで変換をして、エンターキーで確定。でもう1 エンンターキーキをポンそううすするとケイグってていうのが出てきますでちょっとコントロールキー Z よりもこっちの方が早いですかね。マウスを余白の部分に持っていきまして、白い矢印になりましたら、ここを人差し指でマウスをクリックあの押して、押しますね。そうしますと、 デリートで消し、消えますデリートでここもちょっと敬具も押しますと、範囲選択ができて、デリートで消えます。じゃもう一回やってみたいと思います。例えば、前略と入れますと、そうそうと、この統語に見合ったものが 出てきます。結合が出てきます。じゃあ、これ一回ちょっと。これ、コントロールキー Z で戻していこうか。はい、戻します。では、もう一回一緒にやってみたいと思います。背景。背景と入れて、スペースキーで変換。そして、エンターキーで確定。 でもう一回エンターキーをたたきますと、入力オートフォーマットという機能が働いて、ケークが出ます。で、マウスを背景の後ろに持ってきます。で、カーソルを背景の後ろに出します。そして、ここにえ、えー、スペースキーを1回たたきます。スペースキーをただきますと、 スペースキーは変換以外にも、こういう空白の四角を空白のスペース、これを入れることができますので、1回たたけます。で、この四角はえ印刷されませんので、ご安心ください。では、背景の次に、挨拶文を入力していきます。で、挨拶文も、挨拶文の挿入という便利な機能があります。 挨拶文の挿入を使いますと季節の挨拶とつと安否お元気ですかとかですねそういう感じの安否の挨拶、正しい安否の挨拶、で感謝の挨拶などが一覧から選択して、えー、簡単に入力することができます挿入することができますで背景に続けて、えー 今回、今7月なんですけど7月に適した挨拶文をちょっと入れてみましょう。で、えー、2通り方法はありますけれどもまず、えー、これはスタンダードな方でこ今回はご紹介していきたいと思います。では背景の後ろにマウスを持ってきてスペースキーで1つスペースを入れました。 で、今度は挨拶文の挿入は？挿入タブこのリボンの上のリボンの部分の挿入タブ、ここをクリックします。挿入タブの中のテキスト、グループテキストグループに挨拶文というボタンがあります。 挨拶文のとこをククリッししましょう挨拶文の挿入というのが出てきますので挨拶文の挿入をクリックしますそうしますと挨拶文のこのダイアログボックスが出てきます挨拶文のこういうものが出てきますちょっと画面を大きくしてみますね 若干大きくししてみましたで、ここに挨拶文のダーログボックスが出てきましたら、ここの上の方に何々月の挨拶ってというのがあります。ここの下向き矢印のところをクリックしまして、今、7月でしたら7月、8月でしたら8月で、その月を選ぶことができます。そうしますと、それに見合ったものが下に出てきます。今は7月なので7月の挨拶 でえ、成果の項とかこういうのを入れたくなければなしというものもあります。ここは皆様で、えー、ちょっと。あのご自身で選んでいただきたいんですけど、今回教材としては成果の子まあ、せ7月成果かな？ま成、あ、果の子を選びましょう。とりあえず成果の子教材としてですね。で、今回は個人宛に菅谷太郎さんに宛てるので。 記者ますますだとおかしいので、このますますご,ご検証のことと喜び申し上げます。ここをクリックして選びます。安否の挨拶で、次に感謝の挨拶感謝の挨拶もあも、のー、お店とかじゃないので、平素は当店をご利用いただきというのもおかしいので、日頃は大変お世話になっております。ここを選んで、OK ボタンをクリックします。 そうしますと簡単に手入力手打ちで入力せずとも正しい文章が選ぶことができます。でこれももう一回繰り返したいと思いますのでコントロールキーを押しながら Z でここまで戻りますのでやってみたいと思います。挨拶 挨拶文文のの挿挿入入ですね挨拶文の挿入ちょっと大きくしましたので場所が違うかもしれないですけどまず挿入ボタンこの挿入ですねあもうちょっと大きくしてみましょうかはいすごく大きくなりましたねで背景を入れて統合と結合を入れた後に挨拶文 挨拶文はここにカーソルを持ってきて、背景の後ろに持ってきて、スペースキーを叩いて、ここでピコピコカーソルですね。で、ここから挿入タブをクリックして、挿入タブの中の、あ、大きくし,しすぎちゃったからなくなっちゃった。<laughs> 見えなくなっちゃった、ね。うん はい、えー、テキストグループテキストグループの挨拶文をクリックします。で、挨拶文の挿入をクリックします。で、挨拶文のこういうダイアログボックスが出てきましたので、まず月を選びます。7月であれば7月。で、月を選んで、成果の子とか、なしでもいいですね。なしでもいいです。なしの場合ですと、時価ますます。 時価っ,っていうのとこの何々の項は重複するということになって使いませんこの時価ますますご,けご清掃の段とかこの自価というところを選ぶ時はここは必ずなしになります今回は成果の項を選びますので成果の項でますますご検証のことと喜びまし申し上げますクリック で、日頃お世話になっておりますをクリック。で、OK ボタンをクリック。これだけですね。で、これで入れることができました。はい、ここまで大丈夫でしょうか。ちょっと早いかなという思われる方は、えー、毎度申し上げるんですが、えー、YouTube の方を一時停止して、追いついたらまた再開をしてみてください。で あちょっと私にはゆっくりゆっくりしすぎるなと思いましたら2回目3回目のところを飛ばしたいときはあのキーボードパソコンのキーボードパソコンで YouTube をご覧いただいている方はパソコンのキーボードで矢印キー 矢印キーの右矢印キーをポンポンと YouTube をアクティブにしてあのポンポンとやれば、えー、5秒とかですね早送り早送りしていきますで左矢印キーをポンポンとやれば5秒ほど後ろに巻き戻しになりますでは次に進めていきたいと思いますではこのお世話になっております丸の次にこの下ですねこの下の方 の段落記号のところにマウスを持っていって、ここでクリックをします。カーソル、ここでカーソルを出します。そして、さて、さてと入れますけれども、えさてって入れるときは、まあ、教材によって違うみたいなんですけども、私があの教わった教材、教わった先生たちからは、 あのー、一旦ここでスペースキーをたたいて一つ空白を入れるのがスタンダードですよと教わりました。なので一応ですね、ここに一旦スペースキーでたたいて、あのー、空白の入れます。そこからさてですね、さて、さて、この度 このたび。これは変換しようがないので、このたびはあのー、ひらがなでいいと思います。変換しないので、ここでエンターキーで確定します。このたび これはあくまで教材なので架空なんですけれどもえカラオケサークルならカラオケサークルでも結構ですが今回教材としてはパークゴルフパークゴルフサークルサークルあらこれはカタカナなのでファンクションの7ファンクションの7のキーを叩きます そうすると、全角のカタカナに1回で変換してくれます。この度、パックゴルフサークル、懇親会、こう、ん、んは NN N、深海、SHI、懇親、んはまた NN N、懇親、会 KAI、回、懇親会でここで変換をします。 懇親会を。を O はダブルですね。O、を開とと。開催することとなりました。か催さいすることとなりました。まる。 スペースキーで変換してエンターキーで確定してまた丸を打って確定ここまで大丈夫でしょうかこれも何度も繰り返し3回ぐらい繰り返すといいと思いますじゃもう1回だけ繰り返したいと思います コントロールキーを押しながら Z。コントロールキーを押しながら Z。コントロールキーを押しながら Z。これぞ、なかなか消えない。もう余白のところに持っていきまして、マウスポイントを持っていきまして、クリックしますと1行が範囲選択できますので、ここでデリート。コントロールキーを押してやるよりは、こっちの方が早いですね。デリートでポン。 1> 1回消しますねでもう一回やってみたいと思います。今、カーソルがケイグのケイの前にありますので、これ、カーソルの位置を常に気をつけてください。じゃあ、一回、お世話になっておりますのところに持ってきます。カーソルをですね。で、ここでエンターキーで開業します。エンターキーで開業して、ここから入れますね。で、さてって入れる前に、スペースキーで 空白を入れます。では、さて。s a t e さて。この度。この度。スペースキー。変換しないので、このままエンターで確定します。パークゴルフ。pa パーク ゴルフサークル、サークル、パークゴルフサークル。んパークゴルフ、パークゴルフサークル。ここまで入れましたらエンターキー。e n t e キーじゃない。F7 キー、ファンクション7。カタカナはファンクション7。これでエンター ここだけもうちょっともう一回練習したいと思います。コントロールキーを押して、Z。もう一回、PA、パーク、KU、パーク、ゴール、フ、FU でもいいですし、HU でもいいですね、ゴルフ、フさあ。あ あーって伸ばすときは、ひらがなのほのキーですね。上の方にあります。サークル。で、カタカナはファンクション7。ファンクション7。F7 キーをポン。で、いきます。サークル。懇親会をコン、こう、うん、NN ですね。こう、うん、しん、うん、NN。 うん、N n で、か、あ、い、懇親会、おを、まで入れましょう。おを、ダブルを、懇親会、おを、まで入れて、スペースキーで変換。開催することとなりました。か、い、さ、い、する、こと、とな、り、 ま、した、まる。ここで、スペースキーで変換。で、エンターキーでポン。確定します。ここまで大丈夫でしょうか。入力は個人差がありますので、えー、追いつかないときは、YouTube を一時停止して、入力が追いついてからまた再開。 ボタンを再開をして、えー、落ち着いてゆっくり入力してみてください。で、ここでもう一回、えー、エンターキーを叩きます。で、次に、皆様のお腰を、みな、さ、ま、の、お腰を、お、お,お、ま、 ちは CHI ですね。お待ちしています。C は SHI。お待ちしています。で、ここで変換キー、スペースキーで変換します。で、まる。で、エンター。これも 3回くらい入力するといいと思います。でえー、そ練習その1でやったときのようにですね、もう1回入れて、あとで消すっていうことも、あのー、いいかもしれませんね。こういうふうに。みなさまの。 1>, 1回変換して、スペースキーで変換して、お、こ、し、しは SHI、おこし、お,お、お,おは WO、お,お、ここで1回変換してみましょう、スペースキーで変換あの。慣れてきましたら長文でも大丈夫なんですけど、最初の頃の入力練習の時は短文で変換していった方がいいと思います。おしお スペースキーで変換してエンターで確定。おまち。ちは CHI。お待ちしています。C は SHI。C で、い、ます。これでスペースキーで変換。で、その後にエンターキーをポン。 もう一回練習したい方はもう一回入れていただいても大丈夫かと思います。大体3回ぐらいずつ練習するといいと思います。でちょっと録音の時間の都合がありますので、今回は私はこの2回で。で2回目の練習の部分は削除します。この皆様のここの部分、皆の2回目のところの前にマウスを持っていきまして、クリック。 そしてシフトキーを押しながら2回目の最後のところ丸のところまで段落記号の前ここまで持っていってクリックシフトキーを押しながらクリックそうしますとこれだけ範囲選択ができましたでここでデリートキーをポンとすせばここまで残せます練習をしたあと入力したあとに残すところだけを 1>, 1つだけ残してあと練習した分は今の状況今のやり方でですね今の方法で削除するそういう方法もよろしいかなといいかなと思いますでは今回はここまでの入力で次また第3回で次はやっていきたいと思いますでは上書き保存をしていきたいと思います はいえー、上書き保存のやり方は、えー、その1でもご紹介しましたがマウスで上書き保存する場合はこのパソコンの画面の左上のクイックアクセスツールバークイックアクセスツールバーの上書き保存のボタンをクリックしますで、えー、マウスまで入力をしていましてそれではマウスまで 手をワンアクションしたくないもう入力したままキーボードに手を置いて入力したままあのー、上書き保存をするという場合はキーボードではコントロールキーを押しながら押してではなくてコントロールキーを押しながら S キーをポンと叩きます。これで上書き保存ができます。コントロールキーを押しながら S キーをポン これで上書き保存ができます。ではまた第3回の時は、ここから続きをやっていきたいと思います。はい、えー、上達のコツその1としましては、えー、練習その1でもご紹介しましたが、入力するときに声に出しながら打つ、声に出しながら入力する、 というのが、上達のコツその1です。で、上達のコツその2としましては、毎日10分、せめて5分でも、パソコンを起動して、繰り返し練習することが、肝要かと思います。手が覚える、指が覚えるんですね。頭でなくても、手が覚えていきますので、せめてお忙しいかと思いますが、せめて5分でも、 パソコンをワードを起動して、えー、この文章が入力できない時はご自身の名前だけでもいいです。名前だけでもそれから今日のお昼食べたいものでもいいので何でもいいので5分だけでも入力をするキーボードで入力をするということがあの上達のコツその2になります、はい。では最後までご視聴ありがとうございました。 大変にお疲れ様でした。なかなかあの入力も慣れないと大変ですよね。あと音声入力のやり方も私の,あのアップしている他の,あの動画で音声入力もあります。やり方もご紹介しています。でも音声入力も音声で入力するので結局指で手直ししなきゃいけない時があるんですね。例えば経理の 出るお金って書いて出勤って音声で言いますとあの会社に出勤するの出勤っていう感じが出てきたりですねそういう時はあのやっぱりキーボードで入力しなきゃいけないので100%音声入力っていうのはまだまだ厳しいと思いますなのでちょっと地道なことかもしれませんが音声この入力練習1日10分ずつでも続けていただけたらなと思います で今回はパソコンの文字入力より、えー、ワードの便利機能である入力オートフォーマットの練習が主となりましたが実践では使用頻度がとても高い機能なのでこちらも繰り返し練習をお勧めいたしますではゆっくりゆっくりシリーズこれからもよろしくお願いしますまたよろしかったらチャンネル登録 励みになりますので高評価もお願いいたしますではありがとうございました